生田絵梨奈に言われた印象的な言葉、はい、福村さんからは怖い普段全く泣かないエリポンに水木が卒業するときは泣くかもと言われたことです。これは覚えてる？覚えてます。私今も思います、泣くかもって。あ、そう。なんか、なんですかね、それこそ新垣さんの卒業コンサート以来私泣いてなくて。それはなんで？なんかその自分、新垣さんにその写真集みたいなのを最後にいただいたんですけど、その中に生田は泣き虫だから簡単に涙は流すもんじゃないんだよって、涙は大切な時に流すものなんだよっていうのを、その、まあ、写真集の中に書いてあって、涙はそのちゃんと見せる時に見せないと感動する人も感動しなくなっちゃうんだっていうのをその時に教わって、だからなんか本当に自分が泣きたいって思ったりとか、悲しいなって思った時とか、嬉しいなって思った時とかに泣くようにしたら、最近はすごく泣かなくなって、我慢できるような、はい、コントロールできるようになったけど、水木さんが卒業すること考えたり、はい、いざその日が来るとなると絶対泣いちゃうそうか、はい、なんだってよ。うん、そうです、我慢できるといいね。我慢できないです。でもまあ泣くのも泣くでね、はい、やっぱ素直な表現だもんね。そうですね、しょうがないよね。